エネルギー環境ワークショップ in 川崎実行委員会でございます。本ワークショップは川崎市内の子どもたちが参加してパソコンを使ったり実験を行ったり紙芝居で証言したり工夫を凝らしてエネルギーや環境の取り組みを発表しています。発表だけではなく他校のブースを回り意見交換会もしております。本実行委員会は多くの団体企業の協力を得て教職員が主催しています。実行委員会は参加校と団体企業をつなぐコーディネーターとしても機能しています。そしてふるさと川崎への愛着やシビックプライドを熟成する川崎ならではの地域に根ざしたエネルギー環境教育の取り組みをワークショップで全国へ配信していきます。第16回ワークショップは平成31年2月9日土曜日午前中、南武線武蔵中原駅下車徒歩5分の川崎市立大戸小学校体育館で開催いたします。ぜひ足をお運びください。ご清聴ありがとうございました。茨城県の那珂市から来ました。私は地域市民に対する多岐にわたる啓蒙啓発活動とともに行政と市民が共同で進めるための仕組み作りに取り組んできました。以下その一部をお話しいたします。最初に始めたのは講演会活動で5年間で11回開催いたしました。一部をパンフレットに示してありますのでどうぞご覧ください。広報中という市の広報誌があります。その中に我が町の環境を考えるという連載記事があります。その原稿を執筆しています。これはその例と3年間20回分をまとめた特別編集冊子の目次です。市内にある自然を観察したり体験したりできる場所を解説するガイドブックやホームページを作成しました。ホームページは月間約2000件の閲覧があります。市内にある自然などを題材とする英語学習教材を作成しました。その教材を朗読するコンテストを毎年開催しています。この2人は最優秀を取った小学1年生です。さらに市民が主体の環境市民会議を設立するとともにアジェンダ21を策定しました。中アジェンダ21は77の行動項目になっております。市が進める環境基本計画とその車の両輪として現在取り組まれております。ありがとうございました。京都市立須作第四小学校です。本校は地域や保護者とともに20年以上前から環境教育に取り組んできました。すべての学年でアカシア環境プログラムを作成し、1年生から3年生までは自然やエネルギーの基礎的なことを体感し、4年生から総合的な学習の時間を中心に地球の温暖化防止やエネルギー問題に取り組んでいます。4年生は地球の温暖化を防ぐためにグリーンカーテンの効果を調べ、緑を増やすことが温暖化防止につながると地域や PTA とともに公園に花壇を作ったり地域にプランターを設置したり配ったりするグリーンアップ大作戦に取り組んでいます。5年生はエコ回収した校舎の秘密を探るエコツアーの中で熱、水、光、風などの自然エネルギーの大切さを学び、自分ができる省エネを実践し、おすすめのマイエコライフを地域に広めます。発信して終わりではなく、実践できたかアンケート調査で実現度を調べ、より実践できる真のエコライフを再提案していきます。6年生は省エネだけでは温暖化は防げない現実を学び、燃料電池や CCS など新しい技術について調べ、 SDGs のナンバー7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにをテーマに
新たな単元を作り、持続可能な未来の環境について探求しています。これからもアカシア教育プログラムの中で地球温暖化の防止につながる学習を進化させていきます。今日はありがとうございました。大分から参りました桑野でございます。私の活動の一部をご紹介させていただきたいと思います。まず最初のスライドですけれども、これは福岡県での事業事例なんですが、私の本職は建築士です。福岡県の町の子育て支援施設の設計を夫と一緒に請け負いまして、その木造建築に使用する原木の位置を地元の中学校の皆さんに携帯電話を持っていただいてのマッピングを行うという作業をお手伝いいただきました。このように木造建築の川上から川下までを体験する学習というのもサポートさせていただいています。次のスライドは私が住む大分市は中国の武漢市と友好都市の関係にあります。この武漢市が今廃棄物の市民教育というのに非常に関心を持たれておりまして、大分市に視察にいらっしゃった際に環境省さんが作られてますエコスゴロクをご紹介しまして、子どもの頃からの環境教育の大切さというのをご説明させていただいた様子です。で次のスライドは私の大分の自慢ばかりで恐縮ですけれども、林業が非常に盛んな町でございます。その木とあと土、水といった自然素材を生かしたおもちゃや家具、食器などを県内の関係事業者と一緒に共同開発しまして、子どもの頃から日常の中で自然への感性を養うための商品作りにも取り組んでおります。そして最後ですが、これは大分県の情報をまとめた子ども向けの温暖化情報冊子というのを下の方に大分の地元の企業様のご寄付によって発行を続けて約8年になります。こういった取り組みもしておりまして、温暖化について大分県内多くの方が取り組んでいらっしゃいます。今回の受賞に関しましては皆さんの、たまたま私が代表して今日お邪魔したと思っております。本当に今日はどうもありがとうございました。丹後の豊かな環境づくり推進会議でございます。この団体は任意団体ではありますが、近隣の2つの市と2つの町から、活動資金を出していただいております。それも委託ですとか補助金ではなく負担金という形で活動資金出していただいておるところがとても特徴的ではないかなと思っております。具体的な活動ですが、こちらは地元で環境と密接につながりのある農業、漁業関係者、また環境保全活動などに熱心に取り組まれている方々に基調講演をお願いをしている様子です。次にこちらも毎年行っている、事業です。先ほどの2つの市、2つの町の小学校から1校程度、普段の環境学習の成果を発表していただいております。この発表はどれも素晴らしく、大人はピンと背筋の伸びるような思いで子どもたちの発表を聞いております。こちらは毎年夏休みに行っております少年少女エコ体験ツアーです。小学4年生から6年生を対象に、楽しみながら自然の恵み、それから地域の昔話なども子どもたちに伝えています。このことによって地域の環境を知ること、環境意識を高めること、郷土愛を育むことを目的とし開催をしております。それから、当地域には近畿有数のブナ林がございます。このブナ林をはじめ地域の豊かな環境を私たち、団体の委員自らも勉強し直そうということで視察をしたりしております。現状では丹後まだまだ環境豊かでございますが、この後はいろいろと心配なことも起こるかもしれません。持続可能な社会を作る、そのような活動に向けて取り組んでいきたいと思っております。ありがとうございました。皆さんこんにちは。
私は神奈川県地球温暖化防止活動推進員の平本です。ちょうど15年ぐらいになります。まあ、神奈川県の地球温暖化を防止対策のためにですね、いろいろ市町村が行う環境フェアとか市民講座、学校支援講座、特に中学校高等学校の、環境教育を一生懸命実施活動しているおります。私は茅ヶ崎市の温暖化対策推進協議会の委員なんですけれども、いろいろ審議会のに参加しておりまして、いろいろ身近な生活の中でゴミの減量とか資源化による燃やせるゴミの削減とか、そういうことを今一生懸命やってます。まあ、車茅ヶ崎ではもう珍しいんですけども、皆さんもそうですけども、車の社会からやはり自転車とか公共バスを使っていただくということで、車からの変換とかそういうことを一生懸命やっております。節電や省エネ機器の導入とかライフスタイルの交換でいろいろ温室効果ガスの排出削減できるために一生懸命活動しています。神奈川のエコテンというトライというのがあるんですけども、CO2 を減量するためにこういうような活動だとか、国の先ほどから出ているクールチョイス賢い選択の賛同を呼びかけています。毎回1500人ぐらいそういう応募してくれる人がいて、そういうような活動をしております。特に私は IPCC の、リポートコミュニケーターとして、先ほどから出ている今世紀末の 1.5 度未満の温室活動の削減とか2030年の 26% 削減ということを目標として皆さんに伝えております。平成29年度、神奈川県地球温暖化の、地球環境保全部門について表彰を受けました。以上です。ありがとうございました。三島市ストップ温暖化推進協議会の林と申します。今日は栄えある受賞、ありがとうございました。私どもは三島市と連携しながら9年にわたって出前講座やイベント等を通して幅広い世代の多くの人に対して環境教育活動を行っております。今日はそのうちの4点についてご説明したいと思います。まず子どもたちへの環境教育、子ども向けイベントでは自転車発電や手回し発電などの体験型学習にすることによって子どもたちの興味を引くことに工夫をしております。2番目に企業自治会学校への出前講座、ここでは38種類の出前講座を用意し、また要望に応じた講座も行っております。企業や自治会、小中学校等や最近では近隣の市町からの要請にも対応しております。3番目に、地域と連携した活動、毎年行っているライトダウンキャンドルナイト三島では地域の企業や団体、大学等を巻き込み多くの地域の方の協力を得ることで幅広く地球温暖化について啓発しております。ここにあるクルチョイスもその一つです。4番目に、エコセンターでの取り組み、活動拠点のエコセンターでは、ローコストでできる取り組みの啓発としてシャワーヘッドや照明および電気自動車や燃料電池自動車の模型を使って言葉だけではなく見える化や体験を取り入れた共感を生む講座を行っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。日本電機の清水と申します。本日はこのような賞をいただき誠にありがとうございます。さて、日本電機は7つの社会価値創造テーマを掲げ社会課題の解決に取り組んでいます。それはまた SDGs ともとても親和性のある活動と考えております。途上国、特にインドでは貨物輸送に課題が多くございました。例えば輸送リードタイムの長期化、輸送遅延、さらに日本ではあまり考えられないことですけれども、貨物、コンテナそのものが行方不明になってしまうというような問題がございました。それを弊社の物流ソリューションで課題解決を図るとともに、CO2 排出量の削減も実現いたしました。
具体的にはコンテナに RF タグを取り付け、ネットワークでつなぎ、コンテナの可視化を行うことにより、輸送の効率化を図りました。そして年間17万トンを超える CO2 削減効果を果たしております。2018年9月現在、コンテナの取扱量は1000万台を超え、全インドの7割を超えております。今年中に赤の地点まで拡大し、取扱量は9割を超える予定です。日本電機はこれからも ICT ソリューションを通じて地球温暖化防止活動に貢献してまいります。本日はありがとうございました。三菱商事サステナビティ推進部の宇野と申します。弊社では、ビジネスを進めるにあたって、経済価値のみならず、社会価値ですとか、環境価値を同時に実現するということを基本的な考え方と、しております。その3価値の同時実現のために7つの重要課題というものを定めておりまして、そのうちの2つがですね、非常に環境に、密接に、関係しております。1つ目が低炭素社会への移行、2つ目が、自然環境の保全でございます。そういった考えに基づきまして、弊社では気候変動対応、生物多様性の観点から、熱帯林の再生と珊瑚礁の保全に積極的に取り組んで、長期にわたり社員とともに取り組んでおります。まず熱帯林の再生でございますけれども、こちらは1990年にマレーシアでスタートいたしました。短期再生実験、実証実験というものからスタートしておりまして、マレーシアのほかにケニア、ブラジル、インドネシアにて合計145万本の植樹をしております。また日本マレーシア協会さんと共同でプロジェクトを進めておりまして、具体的には株主の方々にお送りする郵送物、こちらをですねメールで郵送することにご同意いただきました場合には植樹をすると、こういう活動を長年続けております。サンゴ礁の保全でございますけれども、こちらは2005年から始めております。世界の3拠点で進めておりまして、沖縄、セーシェル、オーストラリア、こちらでですね、産学民、民間と大学と NGO という3社の連携で保全活動を進めております。こちらの画像はですね、そういった保全活動を我が社のイベントスペースで、このケースは子ども相手なんですけれども、紹介している光景でございます。市民科学と呼んでおりまして、市民の方々に、サイエンスを学んでいただくということを続けております。3価値同時実現ということで、ビジネスを通して環境価値にも貢献していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。皆様のご努力の結果である取り組みを端的に分かりやすくご紹介いただきましてありがとうございました。また持続可能な未来への希望あふれる素晴らしい発表を誠にありがとうございました。本日のプログラムはこれで終了となります。閉会にあたり選考委員会副委員長の小林悦雄様よりご挨拶をいただきます。お願いいたします。本日は地球温暖化防止活動環境大臣表彰表彰フォーラムにつきましてご発表いただいた方、またご参加いただいた方々、本当にありがとうございました。また本日表彰を受けられました皆様、誠におめでとうございます。ご発表いただいた方にはもっと多くのことを
そしてまた、詳しく説明したいと思われた方が大変多いと存じますが、大変短い時間で、お願いしましたこと本当に申し訳なく思っております。すべての皆様方に発表いただきたいという、まあ、このような思いからタイトなスケジュールとなりましたことを、ご了承いただければと思います。今年度も応募総数が145件、多い、と多くの方々がご応募をいただきました。技術開発部門におきましては先進的なこと、また人の思いつかないようなユニークなことが通常技術ではありながらそれをレベルアップしていく地道な技術開発という多彩な技術が提案されております。また、実践活動におきましても、通常の地道な活動を長年にわたって実施されてきた実績、環境教育におきましてもどのような工夫が環境分野で必要なのかが分かるような提案がございました。国際部門におきましても応募された方が大変少なかった、まあ、この辺は大変残念ではあったのですが、やはり長年にわたって貢献活動の見える方々が大変多かったということでございます。本当に皆様方の地球温暖化対策にかかる努力に感謝する次第でございます。でさて、今年も地球変動に関する政府間パネル ICPP 第48回総会が10月韓国の仁川で開催をされております。今回の総会では1.5°C特別報告書に関する議論が行われ、政策決定者向けの要約が発表される、いわゆる承認されるとともに報告書本編が受託されました。気候変動の脅威への世界的な対応の強化、持続的可能な発展および貧困撲滅の文脈の中から 1.5°C の気温上昇にかかる影響、リスクおよびそれに対する適応、関連する排出経路、温暖化効果ガスの削減緩和に対する特別な報告書というふうになっているわけでございます。でこれらを今後進めていくにあたりましてでございますが、この ICPP の来年度開催が、日本の京都に戻ってまいります。で地元での開催を成功させるためにも、この報告書で提案されている内容につきまして、日本で実践されることを期待したいと考えております。そういう意味からも、本日表彰を受けられました皆様方の研究成果、活動成果がこの特別報告書の推進に大きな支えとなって生かされることを期待していきたいというふうに考えるわけでございます。そういう意味からも今後ともさらなるご活躍をご記念申し上げたいと思います。また今日表彰を受けられまして、表彰状を皆さんいただかれたわけでございますが、ぜひですねこの表彰状、大きくって立派なものでございますので、ね、お帰りいただいたら皆様の見える場所に掲げていただいて、毎日それに向かってやるぞ頑張るぞというふうにぜひ、していただければいいのではないかなと思っております。まあ、改めまして、表彰を受けられました皆様本当におめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で本日のプログラムはすべて終了いたしました。表彰式フォーラムと長いお時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。また全国各地からご足労いただきましてありがとうございます。受賞者の皆様にはお帰りの際、出口の受付にて賞状と副賞のトロフィー、そして展示しましたポスターをお渡ししております。お引き取りの際はお配りいたしました赤いバラのついた胸章を係にお渡しください。胸章と引き換えに賞状とトロフィーをお渡しさせていただきます。またポスター展用にお持ちいただきましたパンフレットなどの資料の残部や展示物につきましては受賞者の皆様にすべてお持ち帰りいただきますようお願いいたします。お手数をおかけいたします。ご協力感謝申し上げます。では皆様お気をつけてお帰りください。本日は誠におめでとうございました。